相手は二人ともネクタイ着用組だ。一人目はあなたの隣の泉ゆず。ごめん泉さん、ちょっと。あ、ごめん、持ってなかった。あ、大丈夫大丈夫。ねえ菊池さん、ティッシュ持ってる？持ってますよ。え、どうぞ。はい。ありがとう。エリカ、この間言ってた相棒になったっていう。なんで笑ってるんですか？あ、いや、ちょっと歯も痛くて、で、いいってやってて。注意事項もう一つ。話しかけるのは必ず私が近くにいるときにすること。何かあったときのためにね。南さん、確かひなみと同じ陸上部でクラスの中心人物の一人だ。うん、これは逃げ腰になったわけじゃなく、ひなみの指示を守るためであって。お、ななみさんに話しかけるためだよ。はあ、どうしよう、この状況。一度会話を始めてしまった以上、なんとか続けなくては。どうせってやばいって言葉をいろんな意味で使うでしょ。それみたいにやっぱり共感っていうのが若い子のテーマに。今ミミミと私で2票ね。あとは俺もこっちに1票。おい、汚ねえぞ。こら、ミミミ。やだ、この人ちょっと怖い。まあ、とにかく助かったよ。ありがとな。絵を良くすれば弱気な気持ちも変わるわ。こうか。うん、いいわね。あなたとミミミ、同じ北与野駅だから。は？逃げないでしっかりやりなさいよ。元気にも笑顔にもなれない時もあるだろうし。辛い時こそ笑顔。そうしないともっと辛くなるでしょ。しって。最近二人で妙に目配せとかしてるし、何かあるんですか？ねえよ。で、アタファミが好きで頑張ってやってて、その結果楽しさがついてきてるだけというか。そう言われれば確かに。そうか、考えたことをそのまま話すって難しいのか。聞いてよとか、昨日さみたいな言葉から話し始める。つまり新しい話題を出す。話題を広げることはしてるけど、新しい話題を出しているのはひなみやみみみなどほぼ決まったメンバーだ。全部録音してあるの。後で聞いて自分の話しぶりを確認するといいわ。の11時に大宮駅に集合。一日付き合ってもらうわ。